洋平の人生は売りで決まる。このポッドキャストはベストセラー床屋作家でもあり、累計100店舗以上を繁盛させてきた二藤洋平が人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。こんにちは、二藤です。こんにちは、インタビュアーの酒井です。今日も金曜日ということでポッドキャスト配信していきます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、二藤さんはブランドやカルチャーから勉強しろとよく話していると思いますが、それはなぜなのでしょうかというご質問が来ています。はいはい。まあ確かに二藤さんね、こう繁盛のさせ方とかいうのを話すときに、やっぱりブランドとかカルチャーとかよくおっしゃってますよね、はい、ファッション業界とか、音楽とかおっしゃってると思うんですけど、はい、それってやっぱり理由があるんですか？そうですね、もう最先端だと思ってるし、そのファッションとか音楽っていうものが常に時代を作ってるなっていうのがあるから、まあ、ブランドとか、カルチャーから勉強しろって言ってるんだけど、まあ、自分の、ね、業界、床屋業界とかも見てても思うんですけど、その今ねアメリカンバーバーとかがすごい流行ってて、でアメリカンバーバーといったらここっていうお店とかが、まあ、思いつくのだと 2,3 軒あるんだけど、結構、まあ、そういうところがイベントとかやってるんですけど、まあ、それにねすごい憧れて、でそういうところにね足を運んで、いろいろ吸収したりとか、まあ勉強したりっていうのはもちろんいいとは思うんですけど、まあ、そのままの似たようなお店を出しちゃうんじゃないかなと思ってるんですね、今後。っていうのも、まあ、カリスマ美容室、まあ、カリスマ美容師っていうのが流行った時、10年前ぐらいの時に。で、その流れで、まあ、それに憧れて、で、今、ね、似たようなお店、美容室っていっぱいできてると思うんですけど、まあ、それでね、今、すぐ、まあ、3年も持たずに潰れちゃう、1年も持たずに潰れちゃうっていうお店が、まあ、氾濫しちゃってるっていうのは、僕は、まあ、ある意味日本人の特性なのかちょっとわかんないんですけど、そうやって、こう、みんながやりたい、みんながかっこいいと思うのに憧れる、惹かれるみたいなところがあって、で、それを、まあ、ただ単に真似しちゃうっていうのが、僕は、まあ、実店舗だけじゃないとは思うんですけど、まあ、ビジネスがうまくいかない原因ってそういうところにあるんじゃないかなと思ってるんですね。で、それは、もうまさしくその同業界、同じ業界の情報しか見てない。で、そこの業界の人たちがいいと思ってるものとかを、まあ、素直に自分も、いいと感じてそのまま真似しちゃうみたいな、その風潮が僕は、この実店舗がうまくいってない、小さいお店がうまくいってない要因になってるんじゃないかと感じてるんですね。だから、ね、ブランドとかってファッションブランドとか、まあ、ファッション系のビジネス、セレクトショップとかってもそうですけど、まあ、常に革新的なことを僕は挑戦していると思ってるんですね。ある意味今流行ってるものに対しての、まあ、アンチテーゼというか真逆に行く、そういったものを提案したりとか提唱したりしてるのを、まあ、常に繰り返してると思ってるんですね。で、特にまあ最近僕も幼児山本さんのインタビューを WW Japan っていう業界誌を見て学んだというか感じたんですけど、すごくねこう幼児山本さんっていうのは、まあ、世の中って不公平だなとか不平等だなとかって感じてるらしいんですね。で、それをすごく活力にして今まで服を作ってきたと。でも、パリに進出したときに、パリにそれを、パリの人たちに受け入れられちゃったと。むしろなんか、幼児山本さん的には、もっとね、こう、違和感を感じてもらいたかったらしいんですけど、なんかパリの人にはすごく受け入れられちゃった。で、それによって、幼児山本さんってこう、どん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 自分の活力が失われちゃって、そのアイディアとかも浮かばなくなっちゃったと。で、5年間ぐらいバンド活動して、で、そこからこう、徐々に徐々にまた活力が生まれてって、新しい斬新なものを生み出せるようになったらしいんですけど、まさにそういうのも、ね、常に幼児山本さんって逆を行こう逆を行こうとかしてたのに、それを認められちゃったからこそ、なんか自分の力が発揮できなくなっちゃったっていう、まあそういったなんか、なんていうのかな、反骨的な部分っていうか、僕はそういうのが、実店舗を経営する上でも、ビジネスをやる、何をやる上でも、重要なのかなと思ってるんですね。で、それも、まあ、幼児山本さんのね、その、やっぱアンビションっていう、将来を見据えた、そのビジョンみたいなものが、そうさせてると
思ってるんで、うん。で、ブランドとか、まあ、ヒップホップ業界とかもそうだけど、常にそういうアンビションを持って、行動してる、活動してるなと感じてるので、僕は、まあ、そのブランドとかカルチャーから勉強するのは、そういった理由でやった方がいいんじゃないかなっていうことを伝えてるってことですね。あ、そうなんですね。はい。やっぱりこう、同じ業界じゃなくて、他の業界から知ることが大事なんですね。うん、そうですね。うん。と思うんですよね。なるほどですね。で、今はファッション業界のお話だったと思うんですけれど、うん、音楽とかも同じなんですか？うん。うん、そうですね。やっぱ音楽業界もファッション業界と同じように最先端をね、走ってると思ってるんですけど、その、まあ、僕が好きなのとヒップホップが好きなんですけど、ヒップホップも常に、こう、今流行ってるものに対して、流行ってる音楽とかに対して、いや、俺はこういうスタイルだと。俺らはこういうスタンスでやっていくと。それは間違ってる。っていうような形でどんどん曲を作ってる。っていう形なんですね。ツーパックも、まあ、例えば、まあ、ツーパックっていうのは西の、ヒップホップ、西海岸のヒップホップなんですけど、東海岸のヒップホップが、まあ、そのところバッドボーイズとかとか流行ってて、でもそいつらがやってる曲っていうのは、まあ、ダセーというか、まあ、それなのヒップホップじゃないみたいなのを、メッセージをこう伝えていくっていうことを自分たちの西海岸のヒップホップっていうところでやってったりとか、常にまあ逆にね、東海岸の方も、東海岸のヒップホップ、もう、まあ、ノートリアスビッグとかっているんですけど、まあ、そいつらも結局西のヒップホップに対して否定なところとか、まあ、西のヒップホップアーティストたちのライフスタイルとか、生き方を否定して、曲に変えたりとか、それをメッセージを客に載せたりとかして、新しいものを生み出していってる。そういうふうに、まあ、否定から入っていって、否定と否定をこう組み合わさっていって新しいものが生まれていくっていうのが常に音楽業界でも起きてるなと。まあ、特にヒップホップっていうのは言葉をね、音に乗せるっていうところ、メッセージを音に乗せるっていうのが、まあ、わかりやすい、音楽だから、よりそこが顕著に感じるんだとは思うんですけど、でも多分ロックとか、まあロックも僕も多少は聞きますけど、ロックとかも特にそういうのが、メッセージとかがあると思うし、世の中に対してのアンチテーゼ的なとこもあるし、世の中のその今流行ってるロックとかに対しても多分、そういう反骨的なメッセージとかを伝えてる音楽っていうのが多いと思うんですね。そうやって新しいものがまあクリエイトされてってる、うん、だから面白いだと思うんですよね。ああいう音楽っていうカルチャーっていうものは、ヒップホップとかロックは特に。だからそうやって、横習えというか、そういう文化が風潮がある、実店舗系ビジネスは、だから新しいものが生まれにくいんじゃないかなと思ってるんですよ。で、自分の周りを見てもやっぱそういう人が多いし、クライアントさんを見ててもそういう人たちが多いんで、僕はやっぱりそういうファッションとか音楽の、まあそういう、まあマインドというか、そういう考え方とか視点とか、クリエイティブな部分っていうのを学んで、自分たちのビジネスに活かしてもらいたいなと思ってます。そうですね。はい。やっぱりこう、まあ、ファッションもそうですし、音楽もそうですし、うん、まあ、こう時代が変わるとかいう時には常にこう怒りのエネルギー、怒りのエネルギーがね、こう今のメインストリームに対するカウンターパンチというのが常にあったと、うん、それはやっぱり繁盛店を作る上でも重要なんじゃないかと、うん、そう伊藤さんもやっぱりご自身のお店には生かしてるんですか？なんかこうファッション、うんとか、音楽協会からなんかインスピレーション受けて、うん、今のお店に生かしたこととか、うん、もし今後作るお店になんか生かしてることとかあれば教えていただけますか？はい。特にね、ファッションと、まあ、僕らね、美容業界っていうのは、まあ、ちょっと似てる部分のところもあるから、特にファッションの業界がやってること、今後のこのアンビションっていうところはどういうのを思ってるのかっていうのをよく見てるんですけど、結局ライフスタイルをね、売るっていう部分っていうのは、まあ、だいぶ前から言われてたことなんですけど、より最近本当顕著になって、で、今後は絶対ライフスタイルを売ってるお店が生き残ると思ってるんですね。だから僕は、ただ、その、髪を切るとかっていう、床屋だから髪を切るっていうのを売っていくだけじゃなくて、例えばその、服とか、じゃあ、コーム、あの、櫛ですよね。櫛をもっとファッションにつなげたりとか、あとは、その飲食店とか、その、
僕がこう見えて結構オーガニックみたいなのも好きだったりするんで、キャラじゃないです。キャラじゃないんですけど、そういうアングラーなね、人間なんですけど、でも、そういう、オーガニック定食屋とか、オーガニック定食とか、オーガニックファーストフードとかね、うん、そういった、なんていうのかな、今まで添加物のね、ものが、ファーストフードとかが溢れ返ってる世の中で、そこに対しても僕はアンチテーゼ的な感じなんですよ、それも。いや、そういったものも取り入れたお店を作っていきたいと思ってて、今だとユニフォームとかも、ファッションブランドのその、まあ、友達のデザイナーに作ってもらってたりとか、今 T シャツとかも一緒にこう考えてたりするんですけど、そういったものも売って、ライフスタイルを売るっていうところにつなげようとしてるっていうのは、そういうファッション業界から学んでるところですね。そうなんです。はい。やっぱり伊藤さん自身も、まあ、そういったところから学んで、うん、こう、まあ、反骨心というか、そうですね。パンクなエネルギーみたいなのを、うん、はい。やっぱお店作りも活かしてやれってことですね、はい、そうですね。でやっぱりスケボーとかヒップホップとか僕のお店は売りにしてるんで、そういったイベントとかそういうのもやって、そういうサブアンダーグラウンドカルチャーっていうものをもっと世の中の人に知ってもらっていたいなっていうのもあって、今後見据えてやってるっていうところですね。でもいいですね、なんかお話を聞いてて、うん、そのアンビションがあると、うん、やっぱりこうただ経営するだけじゃなくて、なんかこう世の中のを作るというか、うん、まあムーブメントを起こすというか、うん、そういうなんか楽しさというか、うん、を感じられたんですけど、やっぱりそういうのもありますか、うんうん、そうですね。やっぱりアンビションがあるから、そういった世の中の視点を持てるし、いろんな動きを見れる。同業界だけだと、それを見れなくなっちゃう、うん。うん。で、自分たちでそのムーブメントを作るっていう、今ね、酒井が言った通り、そこの楽しさをやっぱ感じてもらいたいというか、世の中が作ったものをそのままなんか、後ろを歩くんじゃなくて、自分たちが、まあ、小さい世界でもいいから新しい、世の中を作るような活動をしていくと、まあ、楽しくなっていくんじゃないかなと思いますね。スタッフさんもだからついてくるって部分はあるんですかね、うん、やっぱそうやって俺がやってるからスタッフもこういうのをやってみたいとかっていう提案も言ってくるし、自分もこういうのができるんだっていうのを考えながら日々こう生活してくれる、うん、だから逆に今度ね、バンクシーのなんか展示会があるっていうのを聞いたんですけど、作品の。それもスタッフから聞いたし、そういうのを僕も聞いて、あ、行ってみたいなって思うし、だそういう、なんていうのかな、お互いが、まあ、高める関係になれるっていうのも、そういうのアンビションを、まあ、持ってて、で、スタッフにもそれが伝わってるから、できることなんじゃないかなと思いますね。わかりました。じゃあぜひですね、まあ、ブランドとか、うん、そういった、まあ、カルチャーとかね、から情報を取り入れて、お店をですね、繁盛させてほしいと思います。はい。はい。というわけで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで、傭兵二頭 .com と検索すると、二頭傭兵のホームページが表示されます。そちらのページでお名前とメールアドレスを入力していただくと、二頭傭兵が繁盛店の作り方について解説した動画を受け取ることができます。わずか90日で売り上げが 33% アップした方もいる動画です。必ず受け取ってくださいね。